このメンツでいきましょう。さて、参加条件は2人で手をつないで入ること、そして日が沈むまでにアリアを探し出して出口にたどり着くのが目的。ゴールするまでに手を離すと悪いことが起きるらしいから、みんな手を離しちゃダメだよ。マリア、待ってて。私が助けてあげるから。黄昏横丁。いや、ここの雰囲気バチバチ。もう僕はね、バチバチ、ピヨスさんが頑張ってる中、コンビニ見させてもらおうかなと。頑張れー、頑張ってねー。でも BGM めちゃくちゃいいな。穏やかなんだけどな、雰囲気。これが黄昏横丁。広い、まるで一つの町じゃないか。そんなことより、なんでもう夕方なの？そうだね。入った時はまだお昼前だったはずなのに。相変わらずユーロピアでは何が起こるかわからないな。これくらいで焦るな、岡田優。攻略隊のみんなを信じてマリアを助け出してから出口を探すんだ。それにしても見間違いか？黄昏横丁の入場ゲートを抜けた時、いや、どの道今は関係ないな。行こう。何？気になるね。気になること言わないで。全然誰も手繋いでないじゃない。あー、デミ？今日のおかずは何にしようかな、デミ。え？ユウ先生、こんなのに構ってる場合じゃないって。早くマリアを探さなきゃ。そうだね。おえ、ちょっともう、あえ、ちょっと待って、迷路すぎる。この世界は不思議です。大将、いつものデミ。喋れ、あ、話しかけられない。話しかけられない。うわぁ、懐かしいなぁ。どうなってるんだ？さっきまで歩いてた場所と全然違う場所だぞ。なるほどな。そういうタイプのギミックか。あやて、まさかこの迷路の攻略法が分かったのか？なんとなくな。ここの道は入る場所と出る場所がつながってない。いきなり完全攻略はできないけど、一度通った道なら奥に向かってるか前に戻ってるかくらいは把握できる。すごいよ。それならこの迷路を突破できるかもしれない。それならまずはとにかく歩いてみるのみだな。ハヤテが通ったことのある道が奥に続いているかどうか判別してくれると。ハヤテが声をかけてきたらハヤテの言葉に耳を傾けてみよう。ま、奥にどんどん進んでいってゴールを目指すみたいなイメージ、うんうん、おお、岡田、確かこの道はちょっと前に戻る道だ。え、じゃあちょっとやめよう。で今ところどころに宝箱とかたまにあるので。あ、マジか。まあ、探索しながらでもいいかもしれない。うんうん。まあ、とにかく入るのと戻るのでまた道が違うから、それを全部暗記していこうっていう。ええー、苦手すぎる。一回でも通ったことある道はそう言ってくれるよっていう、うん、なるほどね。今日は人参が安いでみ。おお、知らない道いっぱい。ああ、あった、チケットやりました。え、そうだよね、この道は進もう。うんうん。で、安いデミ、安いデミ。え、ユウ先生、こんなのにかまってる場合じゃないって。怒られちゃったまた。すいません。あ、あれ、ここ知らない。え、早い。え早い。え、何、すごい。なんだ、勝手にテレビがついたぞ。あら、あれ、これ映ってるのって、なんか知らんけどたどり着いちゃった。早すぎる。あれ、テレビドラマ、ヒカルとマリア。パパ、お仕事お疲れ様です。ビールをどうぞ。いただきます。あ、父。ずずず。え、
ビールの飲み方はそうじゃないよ。すっごく冷え冷えだから、あちちにならないもん。そうなの？だってうちのママ、ビールなんて飲まないし。まあいいや。はい、今日のご飯は、スーパーで半額になっていたお弁当ですよ。お弁当？ママのお料理じゃないの？え？だってマリアのパパ、お料理できないもん。お仕事忙しいだし。お母さんいないのか？私のママも忙しいけど、お夕飯にお弁当なんて食べないよ。パパだったらこんな時は肩車してくれるもん。そういうもんかな。でもママだったらお洋服のほつれはお店じゃなくてママがすぐ直してくれるよ。パパはそんなことしないよ。それを言ったらママだってそんなことはしないよ。だってママよくわかんないもん。私だってパパよくわかんないよ。どっちも片親。破局。なんでや。急すぎる。いや、破局って今のヒカルとマリアだよね。保育園で二人でおままごとをしているの、俺もたまに見かけてたし。でもどうして二人の映像が？いや、ユーロピアでそんなこと考えても意味ないか。行こう。こんなの、ただのカエル卵の嫌がらせでしょ？嫌がらせって思うんだね。確かに。嫌なんだね。確かに。あらららら。来たね。なんだい？デミデミ。今度はなんだ？出前デミ出前デミ。忙しいデミ。ちょっと。あれじゃ、カエル卵が邪魔で道が通れないじゃない。なるほど。でも回り道している時間もないし。そうよね。ああいう路地であいつらを避けながらうまいこと進むしかないよな。みんな危ないから優先生にぴったりくっついてきてね。引かれたら死んじゃうよ。そうね。邪魔だね、ひなた。邪魔な方が悪いんだ。いたずらしちゃおうぜ。あなた、まさかあれはどうにかできるの？いたずらしちゃえば、カエル卵もびっくりして止まるんじゃないかって、ひなたが。先生、ここは私の出番です。なるほど。二人ともやってくれる。まさかあれをどうにかできるの？このカメラの連続フラッシュを食らえば、カエル卵も動けなくなるです。強すぎ。まあ、あまりバズらなさそうな絵面だから、写真は後で消して容量を空けるです。そう。でも危ないのはダメだからね。カナタが出前カエル卵の動きを止めてくれるようだ。岡田と出前カエル卵がぶつかると自動的にカナタの個性が発動するぞ。ただし一回発動したら少し時間が経たないので、再発動できないので注意だ。オッケー。オッケー。強い。まあ、ミスってもいいよってことですね。上に宝箱がありますと。ありますけど、これ取れなくね？取れないですね。奥から行くしかない。まあ、右か左か。やばい。頑張れー。
いいぞいいぞいいぞ、うまいうまいうまい、いけいけ、よし、こっち、うはや、爆速マン来ちゃってる。こっちはまだ行ってないですね。あ、戻ってきたな。あ、戻ってきてないか。あ、戻ってきたな。うん、戻ってきた。なんか赤いのあるけど、なんだあれ、赤く光ってんな。あれはなんかですね。なんかですな。まあその時に多分説明が出る。うん、うまい。こっちか。じゃあ早いんだって。お、でも左側来れた。来たね。こっち行くと、あ、来た来た。あ、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 誰がこんなところに障害物を、通れないじゃないか。元気を消費しちゃうのもありだけど、邪魔だしどかすのもありだな。こんなの俺のヒーローキックでぶっ飛ばしてやるぜ。そう。でも危ないのはダメだからね。おー、シンタの個性が発動するときはもちろん元気は消耗しないぞ。ただし一回発動したら少し時間が経たないと再発動できない。 OK、 これがヒーローの必殺技だーい。障害物を壊して道が通れるようになったね。やったね。 OK、 やったね。4枚これ取るために障害物をよく、なるほどね、これ障害物ね。まあでも今後もあるかもしれない。うんうん。さあどうするか。さあどうするか。あれ、これ戻ってきちゃったな。違うわ。うんうん、早いんだって。危ない。こっち行きたいな。いえ、一回しか、あ、そこで行けるのか。よし、よしよしよし、いいぞいいぞ。いいねいいね。あ、あ、これがヒーローの必殺技だかわいい。助かる。おーっと、あれ、帰ってこない、帰って、あ、あ、ここはいけるんだ、なるほど。読めないな。読めないね。あー危ない。あー危うく事故。あー危ない。まだまだまだ。なにこいつ。なるほど、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。で戻って、もう一回戻ってきて、戻っていって、こうだ、うん、これがヒーローの必殺技だ。頑張ってくれる。ありがとう。 おここだけの話、スペシャルなアイテムを特別価格チケット10枚で販売中でみ、いかがでみ、なくなったら即店じまいでみ。チケット足りないっす。なかった。あ、チケットが足りないでみ、値引きはしないでみ。つら、悲しい。これ何だったんだろう。ちょっと調べようか。うん、今気になっちゃった。気になっちゃった。あれ、チケットのこと書いてないな。およよよ、およよよよ、この攻略書いてない気がする。チケット何だったんだろう、これ気になる。気になる。まあ仕方ないか、進むか。てい、来たね、ここまで。また劇場かな。あ、また勝手にテレビが。今度は何？はーい、それじゃあみんな、来週は父の日だから、パパの似顔絵を描いてみよう。ついにこの時が来たみたいね。私の義眼と似顔絵を披露するこの時が。パパの絵か。ケロットピッピーも一緒に描いてあげよう。行っちゃった。あー、気づけ。先生もそれ考えて言ってあげて。そうだよ、岡田優。うん、ひーちゃん、あるよ。
してここにいるって分かったの？だって同じだもん。え？あら、かわいい。ママの日の絵を描くとき、マリアは何を描けばいいか分からなくて、保育園を抜け出してここにいたら、ひーちゃんがマリアをここまで探しに来てくれたでしょ？あー、そうだった。あれもここだったね。マリアはね、ひーちゃんが考えてることお見通しだよ。はい、これ。おままごとではひーちゃんがパパだから、パパのより先にひーちゃんを書いたんだよ。いつも守ってくれてありがとうね、マリア。パパ代わり、まあパパ代わり、パパが二人みたいな。うん。父の日の絵を描いた日にこんなことがあったのか。いや、気づけ。え、気づかなかった。気づかなかったのに。なんでだよ。それにしてもヒカルとマリアってなんだか似た者同士だね。おい、私とマリアが似てる？そうなのかな。うん、違うよ。マリアの方がずっと可愛いし、マリアは弱いんだから。私がマリアを守らなくちゃ。私はマリアを守れるパパにならなくっちゃなんだから。ヒカルちゃんが思ってる以上にマリアちゃんは強い子だと思うんだけどな。私は気づいてもらえないね。ねー、うん、続き行こうか。お、お、怖いね。怖いね。セーブはしたけどね。ね、うん、まあ確かに。うん。行く？どうする？いいよ。行こう。行こう。大丈夫かしら。あ、お、うん、マリア。ひーちゃん？マリア。手離すなよ。おい！あ、脱出するまで絶対に手を離しちゃいけないでみ。ダメだ、手を離したら。おいおいおい。え？マリア！なんだこれ、ヒカルの鍵が巨大に。手を離したら悪いことが起きるってこういうことか。あれ、じゃあ俺の鍵は。そうだよな、なんでだ。やばい。あー、ちょっと待って。デミーデミーデミー、まずいよ。マリアは私が守る。マリアは誰にも渡さない。何よこいつ。マリアは私がいなくちゃダメ。マリアは一人じゃ何もできない。私だけがマリアを守れる。私だけがマリアに必要。私がいればマリアは誰もいらないよね。やめてよ。私みたいな見た目で何勝手なことを言ってんのよ。勝手なことじゃないよ。私はあんたの影。私はあんたが隠してる心。私は本当のあんたでしょ。ヒカル、おいおい、あんなの当たったら怪我じゃ済まないじょ。ジョ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 が出てきちゃった。出ちゃった。違うの。
あんなの本当の私なんかじゃ。私がパパでマリアがママ、私とマリアはいつまでも一緒、私とマリアは結婚するの。邪魔をするな。ああまずい。これ僕か、頼んだ、僕になるのか。ダメだよひーちゃん、乱暴はダメ。あれマリア、いつの間にそんなところに。一人で動いたら危ないよ。はい、ちっちゃい。うん、あれ今度はマリアの影。よくわからないけどチャンスだ。あいつの注意が本物のマリアからそれてる。頭より先に足。ナイス、ナイス。ああ撤収。あはは二人抱えてた。待って、でも、こっちも、マリア。マリア、あたしに捕まって、一緒に、マリアを追いかけよう。よくわかんないことになっちゃってる。影同士だとさ、ちょっと難しいな。ね、難しいね。まだ出てくると思わなかったから。交換する？どうしよう。交換しとくか。交換します、これから。チェンジ。チェンジだ。これ追いかけられるんかな？お、頑張れ。ひとまず隠れられたかな。それにしてもあれは一体何なんだ。影が動き出して襲いかかってくるなんて。うん。ひーちゃんが先生の手を離したら、もう一人のひーちゃんが出てきたね。あの影が何なのかはわからないけど、手を離すと影が一人歩きし始める。これが手を離すと起こる悪いことで間違いなさそうだね。だったらあのマリアの影も説明できるな。マリアはずっとカエル卵と手をつないでた。そのカエル卵が吹っ飛ばされちゃって。ヒカルと同じようにマリアの影も一人で動き出したってことだったんだ。でも、マリアの影は襲いかかってこなかったぞ。うん、確かに。マリアの影は随分おとなしかったけど、ヒカルの影はなんかすごかったね。うん。何にせよ、マリアは助け出せたんだ。あとは、あの影に見つからないうちにここを出るだけだね。カエル卵にさらわれるなんて災難だったね、マリア。マリア、別にさらわれてないよ。え？マリアが決めたんだよ。一人でアトラクションに行こうって。え？どうして？メダル、集めなきゃって思ったの。え？先生もみんなもメダル集めなきゃって大変だから。ひーちゃん一人でみんなのお世話して、ルミ先生のお世話もして、昨日なんてお夕飯も食べないでお休みしちゃったでしょ。そんなことマリアが気にしなくていいんだよ。気にするよ、マリアもひーちゃんの力になりたいもん。一緒にいたあのカエル卵は一体？あの子はね、多分悪い子だよ。マリアが一人で歩いてたら、一緒に黄昏横丁に入ろうって言ってきたの。だからマリアはメダルくれるならいいよって言ったら、先にメダルをくれたけど、中では適当なことばっかり言ってマリアを迷わせようとしてたし、マリアを騙そうとしたんじゃないかな。おじさんじゃん。おじさんだったの、カエル卵。マリアちゃんって。それは悪いおじさんだね。やばい、カナタ君とマリアちゃん危ないよ。危ないね。
なんてやつだ。っていうか、マリアはそんなやつと一緒にいたのに迷路をあそこまで一人で攻略したの？えへへへ。すげえ。やるじゃん。ふーん、すごいね。みんなぴょん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 。どこ行くの？ダメだよ、一人でどっか行っちゃ。必要ないって思っちゃった。なんかちょっと似てるな、この場所。うん。ひーちゃん。マリア。放っておいてよ。どうして？ひーちゃんは、マリアのこと助けに来てくれたんでしょ？ありがとうね。やめて。マリアならわかるでしょ？あの鍵は、本物から逃げ出した、本物の心のままに動く怪物だよ。自分勝手なことばっかり言って、自分勝手に暴れ回って。それがこうしてみんなにもマリアにも迷惑かけてる。あれが私の。私のバカみたいな、本当の自分なんだよ。最低だよね。勝手にマリアのこと弱いみたいに決めつけて、押し付けて。マリアのこと何にも分かってなかった。ひーちゃん。いつもそうなんだよ。みんなのお世話だって私が満足するためにやってるだけ。だからみんな離れていっちゃう。私のわがままだってバレてるんだよね。ごめんね、マリアも。私なんかいなくても全然大丈夫だよね。ひーちゃん、マリアはマリアだよ。そうだよね。全部私のわがまま。でもね、マリアは、ひーちゃんのわがまま、大好きだよ。え？ママの日の時もそうだし、ここに来てからもそう。マリアは、ひーちゃんのわがままに、いっぱい助けられてるよ。それに、マリアが一人で黄昏横丁に来たのも、マリアのわがままだよ。ひーちゃんは、わがままなマリアのこと嫌いになっちゃう？ならないよ。でしょ？マリアもそうだよ。別に、わがままでもいいんだよ。いつも、守ってくれてありがとうね。でも、たまにはマリアに甘えてもいいんだよ。マリア。よかった。ああ、よかったね。うん。本当の自分か。まだあんなに小さいのに、ヒカルはそれを乗り越えて向き合おうとしている。絶対に脱出しなきゃな。まずはこの、黄昏横丁から。そして、最後には、このおかしな遊園地からも。来たね。やばいな。くそ、場所がバレたのか。二人とも、鍵がこっちに近づいてきてるよ。すぐにここを離れないと、それに、黄昏横丁のクリア条件は、日が沈むまでにゴールにたどり着くこと。まだ終わりじゃない、だろ。いつもヒカルにお世話になってる分、
今日は俺たちの出番だな。意地張りすぎなんだよって言ってるよ、日向が。ね、クスクス。さっさと帰るぞ。休憩所の奴らもお前の帰りを待ってんだろ。みんな帰ってハッピーエンド。これもまたバズりの王道です。みんな一緒にゴールしていっぱいメダルもらおうね、ひーちゃん。た、ねえ、頼むぞ。誰も、うん、ちゃんと、え、大丈夫だよな。急に不安になってる、めっちゃ思う。とにかく逃げなきゃ。でもゴールは一体どこに？みんなよく聞いて、黄昏横丁の 出口は実は入り口のすぐ近くにあるんだ。え、どういうこと？ん？それにしても見間違いか？みんなより目線が高かったからかな、入った直後に偶然見つけたんだ。ここは歩けば歩くほど出口が遠ざかって迷うっていう意地悪な迷路だったんだよ。マリアを見つけるって目的があったから今まで黙ってたけどね。先生すごい、マリアも気がつかなかったよ。でもそれなら目指す場所は一つだね。やるじゃん、ユウ先生。見つけた、マリア。くそ、ただでさえ日没が近いのに。でもここまで来てみんなの努力を無駄になんてさせるもんか。みんな行こう。攻略隊全員の個性が再度使用できるようになりました。ここから先はメニュー画面から選択ができません。うわあ、頑張って。こっち、日没まであと5分。マジ、ちょっと待って、頑張って。こっちから来たはず。え、何ここ、違う、知らない。違うね、ここ。でもさっきのとことかでこう時間リセットとかできる、うんうん、時間てか相手の距離、やばい、違う、わかんねえ。やばい、ここまで来た。え、戻ってる、戻ってんじゃない。みんなを励ますなんて、ああ、ありがとう。よし、回復してくれた、助かった。え、こっちだよね、戻るので、うわー、いいね、いいね、左左、頑張れ、急げ、ビビる、怖い、やばい、わかんねえ。こっちから来た気がする。あー、危ない、間違った、やばい。めっちゃ覚えてる。オッケーオッケー、頑張れ。おいしよし、回復したから全然大丈夫。やばい、左、こっちから来た、頑張れ。なんか知らんとこ来た。おー、なんかチケット4枚手に入れてる。余裕、もしかして。いや、ちょっと待って、違う、ん、違う、左じゃない、左か、戻って、ちょ、そこ左、こっちか、うん、ヒーロー、ナイス、オッケー、はいはいはい、で、あ、うわー、これ左、お、あ、来た、ついた、ついた、マジ、やった、あ、来た、あー、まだだよ、あった、入り口ゲートだ。出口は確かその近くに。めっちゃ読んでくれる。あ、ごめん、まだ、ごめん、やだ、頼んだ、ありがとう。そう、あれだよ、あれ。全く性格悪いな。めっちゃテンション上がっちゃって。みんな出口に入って、入って、ユウ先生は最後に入るから。ヒカル、マリア、大丈夫？はあ、はあ、なんとか、かけっこ長かったよ。お疲れ様、あとは二人が出れば脱出完了だ。やばいぞ、大丈夫か。日かなり沈んできたな、危ないところだった。早く出な、早く、ちょっとそんな、危ないって。な、マリア、まずい、二人とも一旦離れて。マリアは下がってて、ちびマリア、あ、うわ、やばいって。くそ、最後の最後で追いつかれるなんて。抱きかかえて逃げればよかったのでは。確かに、でもなんだ、あの場から動かずに暴れてるだけだぞ。
まさか出口は守ってるとか。いや、あれはあくまで光の鍵であって、アクションの、アクションじゃねえ、アトラクションの番人なわけじゃないはず、うん、穴場を動かないことにもっと別の理由があるはずなんだ。頑張れピオスさん。マリアを守りたいんじゃないのか。え、影のじいちゃん、このままじゃどいてくれないよ。え、いろ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 ちょっとやってみよう。うん、お、そうだ、あいつは影だから日の光に弱いんじゃないか。本当に？あ、確かに出口を守ってるんじゃなくて、あれ以上こっちに近づけないんだ。なるほど。はあ、さっきと違ってやたら苦しそうなのも、ここまで日の光を浴びながら無理やり俺たちを追いかけてきたからってわけか。なるほど。だからこれ以上は火に当たれないんだ。だったらこいつは効くはずだ。鏡よ、これでどうだ。う、あ、マリア、おお、うわ、聞いてるぞ。でもマリアは渡さない。決定打にはならないか。まずい、もう火が沈んじゃうぞ。このまま続ければいつかは影が見えていくかもしれないけど、それじゃ日没に間に合わない。マリアとユウ先生は続けて、私は、あ、え、あそこまで行って光を増やす。大丈夫？私にやらせて。あ、ひーちゃん頑張れ。うん、マリアもしっかりね。私が動かすってことか。頑張れ。はあ、もう時間がない、早くあいつを倒さなきゃ。うわー、頑張れー。ほら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 、あとちょっと。よし、はい、よし。マリアが認めてくれたんだ。あんなのも私だって。行け、危ない、大丈夫か。頑張れ、頑張って立ち上がって。よし、いいぞ。わがままでもいいんだよって言ってくれたんだ。え、ひかるちゃん、お、頑張れ、飛び越えろ。そこから降りたら、降りて逃げるってなったらだったらもういいでしょ。頼むよ。あ、お前、あとちょっと目の前にあるぞ。逃げたの、よし。もういいでしょ光。ナイス、これでどう。うわー、いいぞ。うん、まずい、ま、守りを固めてる。あれじゃやっぱり間に合わないよ。やめて、やめてよ。マリアも行って、マリアも行ってやって。マリアには私が必要なの。だってマリアは弱いから、私が、ま、ちゃんと見ろ。うん、ちょ、マリアはに弱くないの。マリアがいなきゃダメなのは私の方なの。でもそれでもいいの。もうそんなに怖がらなくていいんだよ。あ、う、ま、マリア、マリアには、マリアには私がいないとダメでしょ。だって
あんな弱い私なんか、マリアは必要としてくれないでしょ？ひーちゃん、わがままなひーちゃんも、弱いひーちゃんも、全部ひーちゃんなんだよ。どっちとかないんだよ。だから帰ろう。帰ってった。帰った。いや、帰ったね。二人の中に帰ったのか。影がある、うん、足元に。降りるんだ。うわっと。まさか？ナイスキャッチ。オッケー。どんな支え方？確かに。大丈夫？うん。なんかもう足に力入んないや。おかえり、ひーちゃん。うん、ただいま。早く。あ、時間。そうだよ。なんか出口閉まってきてるよ。くそ。抱えて走れ。オッケー。よ。この図かわいい。ここは間に合わせなきゃ。先生の名が伝るだろう。行けー。おお。あーよかった。よかった。デミ待ってんじゃん。ね。ま、間に合った？っていうか、外はまだ昼？おめでとう、デミー。黄昏横丁をクリアした子は、メダルたくさん山分け、デミー。よっしゃー！黄昏横丁、完全クリアだぜ！ただし、クリアはクリアでも、手を離しちゃダメってルールを破った子は、一枚だけ、デミー。そんな。それじゃアトラクションに挑戦するために払った分が返ってくるだけじゃないか。いいよそんなの。マリアがこうして無事にここにいるんだから。ひーちゃん、ひーちゃん、はい、これ。これメダルじゃない。そっか、入る時にもらったって言ってたな。どうしたのこれ。言ったでしょ、マリアを騙そうとした悪い子にメダルくれるならいいよって言ったら先にメダルをくれたんだよ。その時のメダル半分こ。でもこれはマリアが頑張ったメダルだよ。ひーちゃんも頑張ったでしょ。二人で頑張ったからご褒美も半分こ。よしよし、今日のひーちゃんは泣き虫さんだね。うん。確かにメダルなんてまあいっか。この光景には変えられないよな。それにマリアもヒカルも無事でよかった。よかった。よかった。おかえりー。安心感から押してしまった。おかえりです。ただいまだよ。安心だった。なんか恥ずかしいな。何か一つ選ぶことはやっぱり怖い。今回はどうにかうまくいったけど、いつもこうとは限らない。それでも選ぶしかないんだ。マリア、みんなのために一人メダルを集めようと決断したように、ヒカルが
自分の心の見たくない部分を受け入れる決断をしたように、痛みを伴う選択肢を避けては通れないんだ。だから大事なのは、その時自分の選択に責任を持てるように、その結果がいいものでも悪いものでも自分が選んだものを受け止められるように、そういう心構えでいることだよな。よかった。よかったね。うん。ね。ねえ。頼むよ。めちゃくちゃおもろいな。メダル一枚出すでみ。黄昏横丁は初の白星になったけど、それでもやっぱり一日一枚は最初に思ってたよりずっときついな。俺も含めてほとんどの子はもうメダルがカツカツだ。早めに手を打たないとな。メダルがなくなる子が出てくる前にもっと積極的にアトラクションに挑戦して。え、メダルなんてもうないよ。あー、電話したか、お母さんに。え？ちょっと待って。確かに、ゆう先生、午前中はずっと黄昏横丁にいたけど、大五郎、昨日はもっとメダルを、買っちゃったよ。午後のうちに全部？どうして？彼もマリアもみんな頑張ってて、でも俺どうしてもママに会いたくて、俺だけそんなわがまま言ったらダメだって思って、カエルコールでママの声を聞いて我慢するぞって思って、で全部使っちゃったんだよ。まずい。ないでみ。メダル、ないでみ。いや、やめろ。その子に近づくな。大五郎の分も、俺が払えばいいんだろ。夕方のチャイムが鳴ったら、メダルの譲渡は不可能になるでみ。だいだい、メダルがなくなったら何なんだよ。具体的に教えられてないぞ。それも利用規約で説明済みでみ。見てないで。参加料が払えなければゲームオーバーでみ。ゲームオーバー。いや、知らないよそんなこと。でみ、メダルないならゲームオーバーでみ。まさか大五郎を連れ去るんじゃないだろうな。そんなことはさせない。こっちだって黙ってないぞ。は？は？大五郎ちゃん？卵に？まさか。ここから出してよ。助けてよ。まさか、カエル卵に。ママ、ま、あ、え？あ！うわー。でおい。大五郎が食べられ、ゲームオーバーってこれ？
ごちそうさまでみ。あーかっけー、ということで第一話終わり。あーお疲れ様でした。お疲れ様でした。エンディングめっちゃいい。あの怪力部屋さんの曲も、はいはい、あらーちなみに本編、あの本家の楽曲の方もね見てほしいんですけど、うん、こちら新宅の曲となってるのでね、おっとイラストとともに見に行ってくださいね。あとで楽しみです。あとあの今回まあ第1話で取り上げられたあの2人、ヒカルちゃんとマリアちゃんもね、うん、あのちのぞうさんっていうボカロピンの方がベビーデイズって曲も出ておりますので、ぜひ皆さんそちらもチェックしてください。すごい詳しくなってる。めっちゃ僕聞いてるからな。なるほどね。いや、いやどうでした、何これ。これがサンリオとマジで思えんのだけど。あー、いやもう全然関係ないとこからいなくなっちゃった。そんなことなってたんだけどな。ねー、そうマリアちゃんかそのヒカルちゃんどっちかいなくなっちゃったらやだなーとかって思ってたら、わかるわかる、うんうん、あそっちみたいな。続くあー、いや怖、カエル卵。ああ、終わっちゃった、終わっちゃったねー。かー、面白い2週目だったんだけど、僕めちゃくちゃ面白かった。それでも、ね、いや本当にこれは何回やってもおもろいかもね。ね、おもろい、めっちゃおもろいです。あー、これは第2話楽しみだな、やるの。え、第2話次誰来るんだろう。ねえ、誰を取り上げるんだろう。全体の方かな。あ、そうだよね、多分ね。ゆずりはちゃんとかは、もう一番なんか惚れそうな感じするけどな。うん。ああ。え、これは、やるしかないですな。お、やりましょう、また。やりましょう。では、また第2話でお会いしましょう。お会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おもろい。おもろいね。うん。